シドニートレインズ C 型電車は1986年に登場したシドニートレインズの電車。1986年から翌1987年にかけて56両が製造された。C 型の内装。集団旅ン型座席が特徴的。次世代新型車両として予定されていた T 型電車タンガラの開発が遅延していたため。 同社が登場するまでのつなぎとして製作された。シドニーの近郊電車では初めて電気子直波制御を採用した車両である。外観は前面の窓周りがややくぼんでいる以外は従来の S 型や K 型と大差がない一方で、下回りや内装に関してはいくつもの新機軸を取り入れており、戦術の通り、同社は電気子直波制御を採用しており、 これまでの車両と比べ滑らかな加減速を実現している。同様の直波制御装置は後に登場するタンガラや V 型にも搭載された。内装に関しては従来車において採用されていた転換クロスシートに代わり、集団離反型座席が採用された。この座席は利用客からの不満を招いたものの、タンガラにおいても同様のものが採用された。また、 当初は空調機器の効果を高めるためのボタン式半自動装置を搭載していたが、こちらは後になって撤去された。戦術の通り、タンガラへのつなぎとして製作された車両であったため、製造は56両と少数に止まった。全56両中、制御電動車と付随車がそれぞれ28両ずつ製造された。1990年代後半に改修工事を受け、 車内化粧板交換、座席モケット張り替え、全面行き先表示器設置などが行われた。2019年現在、同社は全社がフレミントン車両基地に所属し、T2、T3、T8 の3路線にて運行されている。4両編成を2本つなげた8両編成としての運用が主体である。導入当初は、K 型の1グループとして製造されていたこともあり、 従来型の抵抗制御車両との並結運転も行われていたものの加速時に衝撃が発生するなど問題が多かったため中止され1990年以降は独自の運用となっている。なお、2017年に運転室ブレーカーボックス内のアスベスト岩有が発覚し緊急点検及びアスベスト撤去が行われた。本社は2021年2月をもって 定期運用から離脱し、2021年3月、現在は C1 編成と C5 編成が非常用の予備車として残るのみとなっている。ありがとうございます。